青コーナーよりアイアムプロレスラー真田信久入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。赤コーナーよりアンドレイ・ジルバ入場。さあ、戦慄の膝小僧を持つこの男が狂気の表情で入ってまいります。行けよ行けよ。アルティメットクラッシュルール、5分3ラウンドを行います。頑張れ。青コーナー、185センチ、98キロ、頑張れ真田信久。いけ。赤コーナー、185センチ、90キロ、頑張れアンドレイジルバー。ガンガンいけ。レフリー、タイガーハットリ。いけ。今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。膝へのキックです。あっと、キャッチした。アキレス腱固めに入ります。ブロックします。スタンドいいですよ。これだと相手は入りにくいですね。そうですよね。パンチを打ち込んでまいります。おっと、逆に捉えた。ローを打ち込みます。ガブリの体勢に移行します。逆に上になります。スイープしてまいります。ガードを取ります。ガードします。ストマックを狙ってまいります。マウントに移行します。グラウンドとの膝蹴り、速射砲。下から切り返します。上を取ります。足を絡めます。抜けてまいります。顔面が歪みます。掴みます。逆に返します。今のは完全に力で持ってきましたよ。いや、強引に倒しましたね。外してまいります。あっと、そのまま倒します。切り返します。あっと、飛び膝、2位が突き刺さった。抜けてまいります。
上から潰します。あっとパンチ強烈、デンジャラス膝蹴り、下から返してまいります。取れませんね。はい、的確に入ってますね。そうですね、ポジション取りうまいですね。はい、外してまいります。ローを打ってまいります。顔面に突き刺さります。小気味のいいジャブを打っていく。あっとキャッチした、打たせない、頭を掴んで、小気味のいいコンビネーションだ。マウントを取った、おっとしがみついていった。あっと倒していった、マウントを取った、あっと下から返した、逆に上を取った、これは苦しいですね。はい、させません。マウントがショーダを入れていく、おっと外した、あー厳しいですね。はい、ストバックに突き刺さった、危ないパンチ攻撃、あー決めれませんね。はい、グラウンド状態からのパンチ攻撃、そのままパンチを払っていく、マウントに移行した、動きを止めに行った、あっとマウント